重症急性呼吸器症候群、重症急性呼吸器症候群、重視要急,急性呼吸器症候群は、サーズコロナウイルス、サーズカーナバイラス、サーズ株によって引き起こされる、ウイルス性の呼吸器感染症ある。動物起源の人獣共通感染症と考えられている。ウイルス特定までは、その症状などから、新型肺炎、規定系肺炎、規定系は炎、規定型肺炎 などの故障が用いられた。2002年11月から2003年7月にかけて、中華人民共和国南部を中心に起きたアウトブレイクでは、世界保健機構、o の報告によると、香港を中心に8096人が感染し、37カ国で774人が死亡したとされている致命率9.6%、なお数字に関しては、 世界30カ国8422人が感染、916人が死亡、致命率11%という文献も存在する。このアウトブレイク収束後は封じ込め、宣言後いくつかの散発例があったが、現在に至るまで新規感染報告例はない。現在の症例定義は、38度以上の高熱、及び咳、呼吸困難、息切れのいずれかの症状。 レントゲン検査において、肺炎の症状を呈し、この原因が不明で、ウイルス検査で陽性となったものとされている。また、水溶性下痢を呈する例も存在する。感染経路としては、飛沫感染や、接触感染が考えられている。最初の症状はで、発熱、筋肉痛、無気力状態、咳、咽頭痛、その他一食い的症状が見られる。全患者に見られるのは、 以上の発熱だが、始まるまでには2から7日の潜伏期間が存在する。この病気では、粘膜病変を伴わず、咳は、感性咳である。SARS では、呼吸困難や肺炎、またはその両方が見られることがあるが、これは一時的な、また細菌性肺炎双方の可能性が考えられる。発熱に伴う、肺病変は、間質性肺炎であるが、 これにはウイルスが誘導する免疫、サイトカインの関与が考えられている。核段には10億コピー、ミリリットルのウイルスが排出されるとされ、この状態では感染性が非常に高い。またウイルス血症も起こしうる。最重症例では、免疫反応によって、サイトカインストームを引き起こすことがある。消化管感染も示唆されており、糞便中にウイルスが数多く排出されるほか、 10%の症例では、水溶性下痢が確認される。2003年のアウトブレイク時、SARS 感染は次のような患者で疑われた。現在の症例定義では、渡航歴は問わず、38度以上の高熱及び咳、呼吸困難、息切れのいずれかの症状、レントゲン検査において、肺炎の症状を停止、この原因が不明で、ウイルス検査で陽性となったものとされている。 感染の疑いが濃厚な患者では、胸部 X 線写真で否定系肺炎や、急性呼吸急白症候群などの症状、またはコロナウイルス検査での陽性所見が見られる。風では、感染の疑いが濃厚、だが、胸部 X 線写真で特徴的な症状が見られず、またエライザや免疫系高抗体法、PCR 法などのテストで陽性となった患者について、 ラボラトリーカンファームド SARS とのカテゴリーを設けた。胸部 X 線写真については、SARS 患者でも像がまちまちであるが、一般的にまだらに浸順するような不自然な像が見られることが多い。初期では X 線写真で気道炎症所見を認めない。臨床症状はインフルエンザやマイコプラズマ肺炎に類似しており、症状のみでの鑑別は難しい。確定診断には、 ウイルス分離、拡散検出、中和抗体の上昇などが決め手となるほか、迅速診断には、陰頭拭い液からの RTPCR 法、ランプ法などが用いられる。SARS のワクチンは、研究段階である治療。治療法は確立していないが、先のアウトブレイク時の教訓から、一般的な感染防止策の徹底が二次、感染防止に有用であることが示されている。 また、感染経路としては、飛沫感染と直接、間接的な接触感染が想定されている。SARS コロナウイルスは、環境中で安定であり、中国政府対策本部からの発表によれば、紙、木などの環境中で3日間、痰夜、糞便中で約5日間、血液中で15日間生存するという、従来知られていたコロナウイルスでは、環境中で3時間、 またエタノールや漂白剤、海面活性剤などでの消毒で死滅するとされている。隔離と検疫が SARS 予防に重要である。他にも次のような予防法が存在する。院内感染対策として、サージカルマスクや、使い捨てガウンが有効であったとの報告がある。SARS は、SARS コロナウイルスによるウイルス性疾患であるため、いわゆる抗菌薬は無効である。 さきの SARS アウトブレイク時には、この性質を逆手に用い、抗菌薬無効であることから、マイコプラズマ肺炎を否定し、その上で、間質性肺炎、肺炎症を防ぐためのステロイド投与、リバビリン治療が行われた。ただし、リバビリンは、細胞培養レベルでは有効でなく、グリッチルリチン、肝臓の成分が有効であるとの報告がある。また、治療法は確立しておらず、 対象療法として下熱薬、必要に応じた酸素吸入、人工呼吸などが用いられる。SARS 患者は隔離病棟に入院させる必要があるが、この際部屋をにし、看護する側も完璧な防護をした上で患者との不必要な接触を避けることが肝要である。人に対し安全性、有効性の療法が確認されているワクチンは治療用、予防用どちらでも存在しない。 ただし、実験動物レベルでは存在する。s a r 用の新規ワクチン、治療薬の発見、開発は、各国政府、公衆衛生機関にとって優先事項の一つである。生物学的治療法の発見、開発、生産を行う NPO のマスパイアロジェックスは、アメリカ国立衛生研究所、NIH やアメリカ疾病予防管理センター、CDC の研究者と協力し、 動物モデルで効果があったモノクローナル抗体を用いた両方の開発を行っている。また、ウイルス表面のスパイクタンパク質をターゲットにしたワクチン、レセプタータンパクの喫抗薬、遺伝子の一部を書いた弱毒化ウイルスの利用も検討されている。SARS からの回復者について中国で出された報告書では重症の後遺症が長時間続くことが示されている。 最も典型的な症状は、肺炎異症、骨粗症症で、どれも、就業や、自己介護の妨げとなりうる症状である。SARS では、間質性肺炎に引き続く、肺炎異症が報告されているが、これを防ぐため、ステロイド系抗炎症薬の投与が行われた。骨粗症症や、骨栄脂は、このステロイド剤の副作用として知られるものでもある。隔離収容の結果、 サーズからの回復後に心的外傷後ストレス障害、PTSD や大鬱病性障害を発症した例も報告されいる。サーズの原因病原体、サーズコロナウイルスは、コロナウイルスか、コロナウイルス赤、ベータコロナウイルス属に分類され、同じ属には中等呼吸器症候群を引き起こすマーズ、コロナウイルスが含まれ、コロナウイルスはエンベロープを持つ一本、 グサリ RNA ウイルスで、ゲノム RNA は、MRNA と同じ配列のプラスサである。また、コロナウイルスは呼吸器、消化器の上皮細胞に親和性を持つが、SARS コロナウイルスでは呼吸器や、消化管などに発現しているアンジオテンシン、変換酵素の ACE2 が感染の、レセプター蛋タ白となる。SARS コロナウイルスは、ベロ細胞、ベロ E6 細胞などで、細胞培養できる。 RNA ウイルスではあるが、ゲノム変異は、人免疫不全ウイルス、HIV ほど大きなものではなく、比較的安定だと報告されている。また、環境中でも比較的安定であるが、予防、エンベロープを持つため、エーテルやクロロホルムに感受性がある。このウイルスは、コウモリヒトに感染するが、マーズコロナウイルスも同じくコウモリに感染するほか、コロナウイルスの分類では、 コウモリコロナウイルスも、この2種と同じグループにビットに含まれ。SARS は、新興感染症の一つであり、大流行した2003年の患者数は8273人と、比較的稀な疾患である。このアウトブレイク時の罹患数は、世界保健機構、フーの報告によると、香港を中心に8096人が感染し、37カ国で774人が、 死亡したとされている致命率9.6%、内訳はガキ。また最終的な罹患数は、世界30カ国の8422人が感染、916人が死亡、致命率11%とされている。2002年11月に、関東省で最初の SARS 症例が報告され、同月に同省で流行が発生した。最初の患者は、 関東省富津山市潤徳区出身で地元の村の管理責任者も務めていた農家の男性で富津山市の第一人民委員で治療を受けた。この男性の疾患原因特定は行われなかった。感染制御に多少動いたものの中国政府は2003年2月までこの感染症の発生を風に公式報告しなか、この情報開示の遅れが 感染症対策の遅れにつながり、結果として中国政府は国際的に多くの批判を受けることとなった。アウトブレイクが最初に起きたのは2002年11月27日でフーノの一角をなす。カナダのグフィンがインターネットメディアの監視を通じ、中国でインフルエンザの流行が発生していることを突き止め、そのまま風に報告した。現在、グフィンではアラビア語、 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語への翻訳に対応しているが、当時は英語、フランス語のみの対応だった。アウトブレイクに関する最初の報告は中国語文献だったため、英語でのレポートは2003年1月21日になってようやく作成された。この報告を受け、風は中国当局に対し2002年12月5日11日に 紹介を行った。それまでの感染症アウトブレイクでは、対応ネットワークがうまく機能していたものの、中国からのメディア報告が、アウトブレイク発生から数ヶ月後にずれ込んだため、情報共有が遅れるもととなった。第2回目のアラート発令後、風は、病名、症例定義とともに、慎重な注意と封じ込め方法を共有するため、強調した世界的なアウトブレイク対応ネットワークの、 構築を発表したヘマン2003。フーが対策を開始した時までに、世界中で死者は500人以上、加えて2000人程度の感染者が発生していた。4月上旬、が中国での脅威を報告した後、公式方針の転換があり、SARS はメディアでより大きく取り上げられるようになった。これには、アメリカ人のジェイムズ・アール・ソウルズベリーのが直接関わっていたとされる。 これとほぼ同じ頃、消費顧は北京の軍事病院で症例数が過少報告されていたことを告発した。猛烈な追及の後、中国当局は風など国際当局の現地調査を認める子になった。この調査により、地方文献化の拡大、半分除例、不十分なコミュニケーションなど、成長過程にあった中国の保健政策を悩ます諸問題が明らかになった。 また、SARS 予防策が広く知られておらず、流行地では、看護や汚染物運搬の過程で、多くの医療スタッフが感染の危機にさらされたり、最悪の場合死に至ったりした。流行に一般の関心が向いたのは、2003年2月に中国に渡航したアメリカ人ビジネスマンがシンガポールへのフライト中に肺炎様の症状を呈した一件からだった。飛行機は、 ベトナムハノイに立ち寄り、このビジネスマンはに搬送され、転院先の香港で死亡した。一般的なプロトコルで看護を行ったにもかかわらず、この男性から複数の医療スタッフへ二次感染が起きた。イタリア人医師のカルロウルバには感染危機に気づき、ふーとベトナム政府の連携を要請して、感染拡大阻止に尽力したが、その後自身も SARS に罹患して死亡した。 症状の重症度と病院スタッフへの院内感染は国際保健当局に危機感を持って捉えられ当局は肺炎感染症の拡大を危惧した2003年3月12日ーアを発令しアメリカ疾病予防管理センター CDC もこれに続いてアラートを発表したーア続く3月15日に関東省 香港への渡航自粛勧告を出す異例の措置を取った。SARS 感染拡大は、トロント、オタワ、サンフランシスコ、ウランバートル、マニラ、シンガポール、台湾、ハノイ、香港で見られ、中国国内では、関東省、吉林省、河北省、湖北省、山西省、チャンスー省、山西省、天津市、内モンゴル自治区などに拡大した。この際、 風に太平洋事務局の責任者として、押谷人氏が人頭指揮に当たった。その後、2005年に東北大学教授就任。香港では2003年3月29日に病院から患者集団の発生が報告され、これが当治初のコホートとなった。2月に香港へ到着した本土の医師がインデックスケースになったと考えられ、九流にあった。 メトロポールホテルの9階に宿泊し、16人の宿泊客に感染を広げた医師はその後死亡し、SARS による初の死者だと推定されている。ここで感染した宿泊客はカナダ、シンガポール、台湾、ベトナムなどに向かい、当地で感染をさらに拡大させた。香港での流行は世界的流行の一助となったが、 背景にはこの医師のようなスーパースプレッダーの存在があった。香港ではという二つの病院が流行発生の中心地となった。この病院での流行後、と呼ばれる高層マンション群でも集団感染が発生した。この流行のインデックスケースはプリンス・オブ・ウェールズ病院で慢性腎臓病の治療を受けており、アモイガーデンズに弟を訪ねていった男性と推定されている。 トイレ排水システムを通じてウイルスを含んだエアロゾルが浮遊し、これが感染拡大の一助になったと考えられているほか、月資類やゴキブリの関与も示唆されている。香港市民は市民への情報提供が遅すぎるのではないかと心配し、sosic.org k と呼ばれるウェブサイトを立ち上げて、SARS に関する情報を随時発表するよう、 香港政府への働きかけを強めていった。カナダトロントでの SARS 発報告は2003年2月23日のことである。メトロポールホテルに宿泊し、香港旅行から帰国した女性に始まり、オンタリオ州の257人がウイルスに感染した。トロントでのアウトブレイクには2つの流れがあり、第2波ではトロントの大病院内で偶発的なウイルス暴露を受けた。 患者、見舞客、スタッフ間に SARS が拡大した。フーは2003年6月末にトロントを SARS 流行地から外した。カナダ政府公式の反応はアウトブレイク発生後数年にわたって広く批判され続けた。オンタリオ州の SARS サイエンティフィックアドバイサリーコミッティ、SARS に対する科学的助言委員会の副委員長だったライアン・シュワルツは 公衆衛生当局の準備とアウトブレイク時の緊急対応に対し、ごくごく基本的で良くても最小限といったところ、と回想している。当時の対応を批判する人々は、お粗末な概要のまま施行された医療関係者保護用のプロトコルとウイルス感染が拡大している時に必要な感染者洗い出しシステムの欠陥について指摘する。SARS アウトブレイクに対する恐れと、 不確かな情報のせいで、暴露リスクを取るくらいならと、医療スタッフが辞職していき、結果として、当該地区ではスタッフ不足に悩まされることになった。中国での流行を受けて、厚生労働省は2003年4月3日に、SARS を感染症法の新感染症に指定した。その後4月7日に、風刺身、厚生労働省から3月18日発表に、 専門家の意見を加えた独自の立身を通達した。ウイルス特定後の同年6月に指定感染症となった後、感染症法の改正を受け、同年11月5日に第一類感染症指定を受けた。その後2006年12月8日の感染症法改正で分類が見直されて第二類感染症へ変更された。2003年5月には観光旅行で来日して、 近畿地方を訪れた台湾人医師が帰国後 SARS、コロナウイルス陽性とわかる一件があり国立感染症研究所や大阪市保健所などが調査を行ったが二次感染は確認されなかった日本では管理指針に示された疑い例サスペクテッドケース可能性例プロビブルケースが複数発生したが他疾患の診断がつくなどしていずれも後に否定された また、SARS 感染患者搬送用の救急車や治療、入院を行う病院が整備された。2003年7月には、日産自動車の関連会社である、日産車体が京都府へ、重症急性呼吸器症候群、患者対応救急車の第1号車を寄贈たのを、皮切りに、同様の車両が、多くの自治体に導入されている。当初、中国衛局は、クラミジア、 香港大学はマシンウイルスや RS ウイルスと同じパラミクソウイルスを原因病原体として発表していた。CDC とは2003年4月に SARS ウイルスのゲノムを特定した。エラスムスロッテルダム大学の研究者たちは SARS コロナウイルスで国保の原則が成り立つことを突き止めた。マカク族、カニクイザルへのウイルス感染で SARS 患者と同様の症状。 具体的には、鼻腔、咽頭、糞便からのウイルス分離と間質性肺炎が発生することが実験的に証明されている。2003年5月下旬、最初の症例が出た中国、関東省の地元市場で食べ物として売られている野生動物を用いた研究調査が行われた。経歴調査で最初期の感染者にこういった動物を扱う販売業者やレストランの 従業員がいたことも判明していた。この結果、白鼻心からサーズコロナウイルスが単理されたが、白鼻心は固有宿主ではなく、人への感染のキーとなる中間宿主だと推定された。中間結果では、サーズコロナウイルスはから人へ種の壁を超えた異種電波をするとされ、関東省だけで1万頭以上が駆除された。この対応に関しては、 カームシベットハクビシンをスケープゴートにしたとの批判もある。また、シンガポールでは、野良猫の駆除が行われた。ウイルスは、タヌキ、流行地には、シナイない立ちグマが、生息、家猫などからも管理された。2005年には、中国のコウモリから、多数のサーズ様コロナウイルスが発見されたと、報告する論文が2本投稿された。これらのウイルスの系統学的解析から、 サーズコロナウイルスは、コウモリ由来の可能性が高いとされ、コウモリから直接人間に感染したか、中国の市場で販売されていた動物を介して、人間に広まったと推測された。コウモリは感染しても不健性感染となるが、サーズ様コロナウイルスのリザーバーになっていると、推測されている。2006年、遅く、香港大学のチャイニーズセンターフォーディジーズ、 カントロランドプリベンションオブホンコングユニバーシティ、香港大学 CDC、甲州市疾病予防コントロールセンター、甲州市 CDC は、パームシベット、白シンと人から単離された、サーズコロナウイルスの遺伝的系譜を作成し、このウイルス感染症が、宿主ジャンプしたことを証明した。フーは、2003年7月5日にサーズ封じ込め、成功を発表した。 封じ込め成功後も2003年12月と2004年1月、さらに同年4月から5月に中国で3例の s a r s 散発例と実験室での偶発的暴露で感染した3例が報告され総勢14名が感染したことがわかっている。うち1件では感染した看護師の女性が複数人に感染を広げたことがわかっている。封じ込め成功の声明で フーが示したように、研究者の安全確保が必要であり、SARS コロナウイルスの研究をする際には、活性ウイルスでは BSL-3 相当の施設が必要であり、不活化ウイルスでは BSL-2 の施設が望ましいとされている。感染した野生動物を食べてウイルス感染することへの恐れから、中国南部や香港では公的な取引禁止や、 食肉市場での取引減少などの動きが見られた。中国では美食の街として知られ、多くの動物種を食肉として扱う関東の伝統がサーズアウトブレイクを起こした重要な原因の一つと指摘されることが多い。トロントに住むアジア人たちはトロントでサーズアウトブレイクが発生した際、少数民族として差別を受けた。地元の養護団体は アジア人たちが地元住民やタクシードライバーに無視されたり公共交通機関の利用を避けたりしたと報告している。ボストンやニューヨーク市ではエイプリルフールの悪ふざけとして噂が回り、中華街に経済的損失をもたらした。また、この病気はアジア人、特に中国人を標的として意図的に流行させられたものだとする陰謀論も出たという。 また風の渡航自粛勧告もあり、世界的に流行地への渡航を控える傾向が見られ、これらの地域の観光業や航空業は大きなダメージを受けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。